おじさんです。引き続き、視覚の初期処理に関わる神経基盤を取り上げていきます右半身は左半球の運動や左半身は右半身の運動やでコントロールします視覚も同様に交差支配されていますが少し複雑です左視野の情報は右半球に。 右視野の情報は左半球にそれぞれれぞ投射されます。左目でも右目でも左視野であれば右半球の視覚やに投射されるというわけです。左右の目の視神経は眼球を出た後に中央に集まって左右の目の網膜の内側部鼻側の視神経は反対側に外側部耳側の視神経は同側に投射されます。 したがって、眼球の左側に結像した右視野の情報は左の外側膝状態に向かい、眼球の右側に結像した左視野の情報は右の外側膝状態に向かいます。視神経が交差する部分を視交差と呼びますが、人の場合には視野の半分のみが交差して反対側に連絡するので、半交差と言います。 眼球の鼻に近い側からの視神経繊維は確かに体側に交差しますが中心より耳に近い位置からの視神経繊維は交差せずそのまま同じ側を通って脳に向かいます左視野からの光入力は左目の鼻側と右目の耳側に入力します左右別々に受けたものですが共に左側からの情報は 右半球の初期視覚や V1 で処理されます網膜から始まり外側膝状態 V1 に至る投射は網膜 V 極剤レチノトピーと呼ばれる一般的性質を持っていますレチノトピーとは網膜で隣接する細胞が 標的部位でも隣接する場所に情報を送り込むという構成機構を示しています。視野の中心は V1 のの後部にマップされ、視野周辺に行くにつれて前方へとマップされます。左視野は右半球、右視野は左半球、また上視野は下側に、下視野はマップされます。 網膜上の位置関係が保たれるとともに視野中心に近いほど皮質に占める割合が大きくなりますこれは中心化の神経節細胞が多いことを反映しており視野の地図は中心ほぼ誇張されて歪んでいます小さな光点が視野に出現した場合にも広い領域の神経細胞を発火させます その最大応応答にに対応する場所がレチノトピー内にあります。また網膜と V1 の,の間には地図を描けるような繊維結合配列はありますが四角は神経細胞の発火分布パターンに基づくため厳密な位置を表しているわけないことを留意する必要があります。 V1 の2、mm、の 2mm 断面図です。V1 は6層構造となっています。外側室状態からの視覚情報は4層にある目優位円柱には投射されます。外側室状態で保持された左目と右目それぞれから入力された位置情報が入力されます。2、3、5、6層にはブロップと呼ばれる円柱構造が存在し、 色を分析すす。る機能が備わっています4層以外には特定の傾きに選択的に反応する方位円柱が存在しています。2mm 余もの皮質には完全な2組の目優位円柱16個のブロックそしてブロック間領域の細胞には180度のどんな方位にも対応できるような方位検出構造が存在しています。 含有異円柱を発見したヒューベルとウィーゼルは、空間にある一点の像の分析には、有線皮質の2ミリメートル余もの断片が必要であり、十分であると提案しています。この大きさが必要な理由は、この部分を取り除くと、視野内のその対応箇所が盲点になってしまうからであり、この大きさで十分な理由は？ この部分には一方の目で見てそれを方位および色を有する輪郭として分析するのに必要な神経機構がすべて備わっているからであるこのような脳組織の単位は皮質モジュールと呼ばれています V1 の第一次視覚のの名前の由来は 外側膝状態かかららの情報を一番先に受け取ることから来ています V1 のより先には V8 のまでの視覚領域がありそれぞれで視覚情報の分析が行われていますそれぞれどのように視覚に関わっているかについて議論がなされています V1 のは優先皮質 V2 以降は優先外皮質とも呼ばれています 皮質には、二つの大まかな視覚の処理の流れの仕組みがあります。一方は、優先皮質から肺側を回って頭頂葉へと伸びる経路の肺側路で、他方は優先皮質から腹側を回って側頭葉に向かう経路の腹側路です。肺側路は、対象の動きの分析と視覚による運動の制御に関与しており。 複側炉は視界の知覚と物体の認知に関与していると考えられています。これらの処理経路に関する研究は単一ニューロンを記録できるマカクザルの脳で主として行われてきました。近年では、FMRI を用いた研究で人の脳でも、マカクザルと似た特性を持つ脳の領域が特定されてきています。有線外皮質の側側と副炉は、 V1 のの大細胞経路小細胞ブロップマ領域経路ブロップ経路と関連を持っています V1 のにおける視覚情報処理は外側膝状態の3種類の細胞層からの入力が並列的に処理されます V2 のからは V3 のを経て 大細胞系の経路と小細胞系の経路で処理の流れが大きく分かれます。大細胞系の主な経路は頭頂連合野へと投射される経路で配速時、ドーサルストリームと呼ばれます。この経路には、MT、MST のが含まれます。なお、MT の絵は V1 の,の 4B 層と6層から直接入力を受ける経路もあります。一方、の 4B 層と6層から直接入力を受ける経路もあります。 小細胞系の主な経路は V4 のを経てか側頭皮質へと投射されます。この経路は腹足時、ベントラルストリームと呼ばれます。機能的には配足経路が運動や空間認知に関する情報を処理し、腹足路が物体認知に関する情報を処理すると考えられています。これは、頭頂連合やを損傷すると空間的課題の遂行に障害を受け、 加速糖皮質を損傷すると物体の形の処理を必要とする課題の遂行に障害を受けるという人や猿の事例によっても裏付けられています。こうした特性の違いから配速炉はホエア経路、副速炉はワット経路とも呼ばれています。また、頭頂連合屋が運動系に出力し、運動行為に関連していることを強調し、配速炉をハウ経路と呼ぶこともあります。 快速炉は時間解像度の高い大細胞系の経路を経ることで観察者自身の動きによる視野上の視覚情報の変化に瞬時に反応できるような高速処理を行っています。一方、副速炉は空間解像度が高く、色覚に関与する小細胞系の経路による投射を受けることで、顔などの細かい対象の特性も識別できるような処理を行っていると考えられます。 こうした2つの経路の時空間特性の違いは網膜神経節細胞に端を発しているといえますが肺側炉は大細胞系副側炉は小細胞系というように神経細胞集団が完全に分かれているわけではありません V2 のからは V3 のは V3 のを経て 大細胞系の経路と小細胞系の経路で処理の流れが大きく分かれます大細胞系の主な経路は頭頂連合野へと投射される経路で配足時ドーサルストリームと呼ばれますこの経路には MTMST のが含まれますなお MT の絵は V1 の,の 4B 層と6層から直接入力を受ける経路もあります一方 小細胞系の主な経路は V4 脳を経てか側頭皮質へと投射されます。この経路は複側時、ベントラルストリームと呼ばれます。機能的には配足経路が運動や空間認知に関する情報を処理し、複側炉が物体認知に関する情報を処理すると考えられています。これは、頭頂連合矢を損傷すると空間的課題の遂行に障害を受け、 加速糖皮質を損傷すると物体の形の処理を必要とする課題の遂行に障害を受けるという人や猿の事例によっても裏付けられています。こうした特性の違いから配速炉はホエア経路、副速炉はワット経路とも呼ばれています。また、頭頂連合屋が運動系に出力し、運動行為に関連していることを強調し、配速炉をハウ経路と呼ぶこともあります。 肺側炉は時間解像度の高い大細胞系の経路を経ることで観察者自身の動きによる視野上の視覚情報の変化に瞬時に反応できるような高速処理を行っています。一方、副側炉は空間解像度が高く、色覚に関与する小細胞系の経路による投射を受けることで、顔などの細かい対象の特性も識別できるような処理を行っていると考えられます。 こうした2つの経路の時空間特性の違いは網膜神経節細胞に端を発しているといえますが肺側炉は大細胞系副側炉は小細胞系というように神経細胞集団が完全に分かれているわけではありません肺側炉に属する MT の,の神経細胞のほとんどは方向性を持ち また多くの神経細胞が両眼視差にも選択性を持ちます。MT のからさらに1段階工事のところに MST のが位置しています。一般に工事の四角屋ほど需要屋が大きくなりますが、MST のには左右半視野にまたがるほど大きな需要屋を持つ神経細胞があり、 事故が移動した時に生じるオプティックフローと呼ばれる視野全体の運動の処理に関連していると考えられています V3A の前方にある V6 も周辺視野から投射を受けるためオプティックフローの知覚と関連すると考えられていますさらに配速炉の頭頂連合屋には体性感覚や眼球運動また 腕の到達運動に関連した活動特性を持つ神経細胞が存在します。また眼球運動に伴う網膜像の位置の変化によらずあくまでも自分自身を基準とした視覚刺激の位置に対して選択的に応答する神経細胞も見つかっています。したがって、頭頂連合屋は空間情報を運動行為に利用するための処理を行っていると考えられます。 オプティックフローの映像を見てみましょう。 止まった電車に乗っている時に向かいの電車が発車する様子を見ていると自分が乗っている電車が動いたような感覚に陥ることがあります広い視野に運動が提示されると自分の体が移動しているような感覚が生じることをベクションと言います左方向の運動からは右方向のベクション紙運動からは落下のベクション 放射状に拡大する運動パターンからは全身のベクションが生じます一般に広い視野の運動や奥に近くされる運動に対してその反対方向にベクションが生じますこれは視野の運動入力が外界物体の運動ではなく自己体の移動に起因すると脳内で解釈されて生じる知覚です MST のでは広い受容やを持ち 定時位置に依存せず、平身運動、拡大縮小運動、回転運動のうち特定の運動に選択的に応答するニューロンがあるため、進行方向近くやベクションに関与している可能性があります。MT のや MST のには、運動しさに関連する細胞も見つかっています。運動しさとは観察者の視点の変化。 あるいは観察対象が移動することによって生じるしさで観察対象の奥行きを知覚くすることができます。ベクションの映像も見てみましょう。 私たちの住む世界は動きで満ちていて動いている対象物をどう対処するかで生死を決定づけることがあります。MT のと MST の付近の皮質量野は人の運動近くにとって重要です。このことは脳の損傷によって動きの認知能を失う運動網という珍しい症例で示されています。 1983年、ジョセフ・ジルラによって報告された損傷例です。43歳の時脳卒中を患い、動きに対して特に反応する優先外の視覚やに損傷を受けました。ものの名前を言うのが困難といった脳卒中の後遺症は見られたものの、神経心理学の検査はおおむね正常で、視覚も比較的正常でした。しかし、か 動きを視覚的に知覚できず世の中がストロボ撮影した映像のように静止画の連続に見えるようになっていました彼女の訴えでは例えばカップにコーヒーを注ぐ時ある瞬間ではコーヒーはカップの底に凍りついているように見えますそして次にはコーヒーが突然流れ出てしまい溢れてテーブルを汚してしまうのですさらに困るのは 通りを横切る時ですある瞬間では走ってくる自動車は遠くにあるのがわかりますが次の瞬間に自動車は彼女のまさにすぐ横にあるのです運動知覚脳の消失は一見些細に思われますが彼女の生活に深刻な影響を及ぼしていましたこの症例から示唆されるように 運動知覚脳は優先皮質の先にある配側炉の特殊なメカニズムに基づいています副側炉視覚量野で最も研究が進んでいるものの一つが V4 野です。V4 野は優先皮質のブロップとブロップマ領域からの情報入力を V2 野で中継された後に受けます。 V4 の,の神経細胞は有線皮質の細胞よりも大きな需要やを持っており細胞の多くは方位と色の2つの選択性を持ちます極率や極座標で表現される曲がった線分やらせん刺激など方位より複雑な形の処理に関連した刺激に選択的に応答する神経細胞があることから V4 のは色や形を処理すするる副ののの中継地点であると考えられていま V4 のの神経細胞の色覚に関連した特性としては色の向上性が V4 ので成立するという報告があります大脳性色覚異常は網膜の衰退の機能は正常であるのに色覚が部分的または完全に失われるという特徴を持つ障害です こののを持つ人ににはは視界は灰色の影ばかりりで単調に映ります皮質性色覚異常は後頭用と側頭用の皮質の損傷と関連していて V1 の外側膝状態あるいは網膜の障害とは無関係であることから色処理はもっぱら副速炉でなされていると考えられています。 複側路には色選択性細胞と形選択性細胞が共存しています大脳性色覚異常がある場合、形状近くの障害も伴っています V4 のは色と形の近くに特に重要な量やだとする研究者もいますが色覚異常をきたす場所が人の V4 のに一致しているかについては議論が続いています 副炉の V4 のの,のの神経細胞を持つ皮質量野があります。V4 の,の主な出力先は加速灯用の IT のと呼ばれる量野です IT のの神経細胞に対しては多彩な色や複雑な図形が的刺激となることが分かっていますこの量野は視覚と視覚記憶に重要な役割を担っている可能性があります IT のに関する発見で最も興味深いのは、ここの神経細胞のごく一部が顔の写真に強く反応することです。これらの細胞は顔以外の刺激にも反応することもありますが、顔に対する反応がとりわけ著しく、さらに顔にも刺激効果が強いものとそれほどでもないものとがあります。FMRI 法によれば、 猿におけるるこの発見はは人ででも当てはまるようです,すなわち人の脳内に顔刺激に最もよく反応する少量のがあることが明らかになっています。これは顔の識別ができにくい点を除けば視力は正常という珍しい症状で一般に脳卒中の結果生じて有線外の視覚のの障害と関係があります。 V4 のよりさらに工事の段階にある加速糖皮質の神経細胞はさらに複雑な刺激に応答しますただし自然界の特定の物体に一つの神経細胞が選択的に応答するほど複雑ではありませんこの場所の神経細胞は V4 ので表現された複雑な輪郭特徴に対する選択性を受け継いで それらをさらに統合した丸や図形特徴に選択的な応答を示します。しかも、細胞の好む図形を皮質にマップしてみると、見た目が似ている図形特徴同士は同じ位置にコラム状に配置しています。